どうもどうも、おやけんです。今日はエイペックスレジェンズやっていきたいと思います。はい、ソロプレイですね。最近アップデートで入りましたので、そちらの方をやっていきたいと思います。できる限りのものをね、取っておいて後で使わさせないパターン。報告、ファーストキル発生。狙っていきましょう。さあ、いらない、いらないのは捨てる。バックはどう？さあ、いるかな？うん、エネルギーはもういらないな。後で置いていきたいと思います。残り1分、リングはすぐそこだ。いらないね。こういう物資集めに取り掛かった方がいいですね。リング閉鎖まで残り30秒。ちょっと練習。オッケー。遠くで落としたな。近くにいるかもしれないですけど。リングも地形だな。さっさと取っていきましょう。いや、いる。いたな。いや、どっちにしろこちらに来ると思うんでね。報告、ケアパッケージを輸送中です。いないね。どこかに行ったかな。これをちょっと移動しようか。フラットラインで。いないな。結構近場でやり合ってますな。
新しいキルリーダーが生まれました。入れない。いるね。ワットソンさんがいますな。ラウンド2リングのカウントダウンが始動。リング内だ、最高。近くにいるな。もう早いとこ渡ってた方がいい。これはなるたけね、こういいところ先に取っていくっていうのがやっぱり勝負のコツだと思います。足音が一人したな。息の根を止めてやったぜ。警告、リングの閉鎖が始まっています。リング内だ、最高。いや、装着しちゃった。ケアパッケージ輸送中。いや、いらないかな。リングないだが、もらえるものもらっていこう。いいかよ。グレはあった方がいいと思う。ラウンド3、リングのカウントダウンしよう。したか。ギャリーもうリング内だ。ああ、いろいろやり合ってる。もうちょい。いやー、今のはちょっとあれでしたね。はい、ということでね、今日はちょっと短い動画ではあるんですけれども、Apex Legends やってみました。これからもね、ソロモードで頑張って、上げていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、また